どうも、あ、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あ、まずじゃあマイクつけていただいて、すみません。はい、ということで亀梨和也チャンネルです。今日はですね、なんとキンキッズの堂本光一くんが亀チャンネル来てくださいました。めちゃくちゃ緊張してます。直属の先輩なので緊張するわ。今マイクをつけてくれています。緊張するな。このまま行っちゃって大丈夫ですか？いいよ。ということで亀チャンネル、初めての先輩ゲストの方が来てくれました。近畿鉄道堂本光一くんです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。こちらこそ。お久しぶりです。めちゃくちゃ緊張します。なんで？すいません、マイクの今まだマイクつけてるところ。すいません。今お忙しくは？ちょっと落ち着いたね。はい、舞台やられてます、ね、そうそう、舞台チャーリーとチョコレート工場が終わって、はい、ちょっと落ち着いたところかな。ありがとうございます。いえ、どうも。突然のメールをしてしまい、そうそう、びっくりした。めっちゃ緊張します。なんで？いや、光一くんとだってプライベートでお会いするのって本当何回数えるぐらいなので。そうね、つい最近は。そうですね、あのちょっと振り付けチームと俺が食事してて、はいはい、でちょっとカメの話になって、はい、でその時にほらカメが、まあ、あの後輩たちのさ、そうです、ジュニアのライブを、そう、ライブをこう演出してて、はい、結構テンパってるよって話聞いてて、そうなんです、ちょっとカメ何してんだろうっつって、うん、呼ぼうぜって話になって、そうなんです。そしたら来てくれたんで、ね、ちょうどゴルフの帰りアクアラインを通ってる最中で電話が鳴ったんでアクアライン止めてメールを見てすぐ来ますって。そうですよ、フットワーク軽いなと思って。僕もそこまでその先輩とたくさん行くタイプではないので、うん、声かけてもらって車行きますか？行こうか。寒いですよね。行こう。いや、僕光一くんを前に車を運転するのが、え、だって自分の車なんでしょ？自分の車なんですけど、ちょっとすみません、なんかもう後輩的なこと一切やらないんですけど、ね、いやいやいいよ、ドアぐらい自分で開けるから。いや、だから光一くんも車といえば光一くんじゃないですか。いやいやいや、いい車乗ってるじゃないですか。そうです、これでも10年 SL 10年以上ですね。ナイトエディション。そうです。これ1台しかないやつでしょ？そうなんです。316馬力。あ、そうなんです。そうです。トルク36。すごい。さすが。さすが。じゃあお願いします。してんのよ。すげえ。でも10年ちゃんと綺麗に乗ってるね。そうなんですよ。今日は小市くんを乗っていただくということで、洗車もちゃんとしてきました。失礼します。わあ。嬉しいな、でも。いや、人の助手席にね、俺もあんまり乗ることがないからね。ですよね。そうなの。いや、光一くんを乗せて、どっちかというと自分運転する派だから。ですよね。車といえば、だって僕が本当にジュニアの頃に草野球に呼んでいただいて、野球ね、そうです、チームがあったからね。はい、光一くんが自分の車で来られていて、うん、いつもなんか勝手に見てました。売れるとこういう車に乗れるんだっていうのをまず最初に見たのがやっぱ光一くんの車だったんで、で帰りバンバンバンってこう帰っていく車を眺め、嫌な感じで、いや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 、そういうのがやっぱ僕らにとってやっぱ大事でした。あ、頑張るとモチベーションになるって。これ本当先輩申し訳ないですけど、いいですか？やるもう本当に、あの、今日何するか全然分かってないからね。はい、亀屋チャンネルチームでいろいろ作戦を立て。そうなの。はい、これが大丈夫かどうかって。別に NG は何もない、はい、あ、ないですか？ないよ。いや、でも本当直属なんで、いや、もう一番ですもん、やっぱ正直。剛君ももちろん、うん、キンキさんずっとバックつかせていただいてたんであれですけど、うん、まあ、こういう言い方もなんか変かもしれないけど、高一、うん、のバックダンサーで、そうです、そうです、生まれたグループみたいなところ、ね、はい、それで呼ばれていって、楽屋で台本開いたらカトゥーンって名前書いてあって、ほんとジュニアの頃の仕事ってやっぱバックダンサーじゃないですか、うん、でいうとやっぱキンキさんのバックか、当時僕でいうと上千さんのバックと、もうほんとに光一くんの番組と定劇ですもん。え、光一くんでいうとやっぱスマップさんですか？スマップがそう直属。うわ、ちょっと上にだから光源氏がいて、僕も光源氏さんとかも全然、うん、まあ、でも光源氏が一番怖かった。へえ。そうなんですか。もうスーッ
パースターすぎて、はい、別に何されたとか何もないんだよ、うん、だけど、うん、いるだけで怖いんだよ、はい、それこそ今回紹介してくれたジャンプの高木優也が、うん、まあ、とにかく怖かったと。あ、カトゥーンが、はい、いやカトゥーン怖かったもん、ね、いやキンキさんですよ。だからその系譜があるんですよ多分。スマップさんで言うと、うん、中井くんの方がイメージ的にフランクに見えるからね、フランクに感じたりとして、うんね、で木村くんの方が、うん、なんかエイスみたいな、うん、ちょっとこう近寄りがたい、うん、でそのなんかキンキさんはもう二方ともでしたけど何かされたわけじゃないんですよ本当に。そうなんだよね。そうなんですよ。でおはようございますとか言ってもうおはようとかじゃないじゃないですか、うんうん、でもそれがかっけ怖い怖いと同時にかっこいいだったんですよ。でもほらカトゥーンは見た目も怖かったじゃん。そうなんですかね。近寄りがたい、うん、オーラを出すことがイコールかっこいいってやっぱ思ってた時代があったんで。ああまあまあまあそれ通るよね、はい、なんかやっぱり若いとさ自分もとんがってるところももちろんあるし、はい、俺もあったとしたら何されたわけじゃないんですよ。そうスターオーラなんですよ、うん、に憧れるんですよねやっぱり。そうあのね厚弘くんとか、はい、俺よりも後輩の子たちはさ、はい、厚にどうなのよ今ですか。そうああいうの見てるとへえと思っちゃう。いやだから僕で言うと完全光一くんそうですもん。俺にそうやって来る人、はい、それこそうちのメンバーの上田そうよ君とかが高1位とか言ってるの見ると、うん、と思いますよ。絶対いけないんですもん。達也はそうね。手重たいですよね。大丈夫すいません。全然大丈夫。もうこういうの慣れてないから撮るの下手なのよ。もう全然ちょっと曲がってみたいし。次の今年の公演で2000回ですよね。そう僕2回目から出演させてもらってるんですよ。あじゃあ2001年だ。はい、そうだから2000年から始まってるから。そうね、2000回って考えられないですよ。だからいつの間にかだけどね気づいたら。いや舞台ってやっぱり相当忍耐力も使うじゃないですか同じことを日々、うん、自分はね舞台の方がいいんですね。もともと好きでやりたいっていうところから。まあもちろんそれもあったけどね、一つね演じてた方がいいのよ。ほう、役として。はい、その方が表現できる。ライブってさ、はい、自分自身じゃない。はあ、まあだけど亀は分かんないけどちょっと演じてるかもしれないでしょ、うん、亀梨和也を演じてるでしょ。亀梨和也をやりに行く場所でしょ。だから俺その考え方になれないのよ。おいい話してるけど真っ暗なんだけど。もう YouTube なんで俺今いい話だと思うんだよ。そう、僕もよくなんかウィンクしたりなんとかも、うん、根っこの方でそっち系じゃないんですよ多分。なんかそれこそジュニアの時とかに横見るともうかっこいい子とか、うん、歌うまかったりとかダンスうまい人もたくさんいるじゃないですか、うん、だからどうやったら、まあ、同じ表現できるかなとラインに立てるのかなっていうのがずっとやっぱあって、オリジナルをこう見出していかないとちょっと、まあ、当時で言ったらヤマピーがいたりとかトーマとかもそうだし、うんうん、なんかそういうところで一緒に並んで、まあ、戦えないなっていう葛藤の多分なんか亀梨和也というのが作り出されたのかなっていうのは。滝沢くんとか普通にバン立ってるだけでもうスターど真ん中みたいな、うんうんうん、自分はそれだとやっぱり成立しないというか、ちょっと髪の毛目にかけてた方がなんかこうあれちょっとかっこいいんじゃないみたいな雰囲気で。なるほどね。俺はね自分自身を演じるってことができないのよ。そっか、そういうことなんだ。それこそなんか芝居理論じゃないけど、みんな演じて生きてるっていうさ、うん、言葉があるけどさ、はい、それの最たるものでおかんが電話出た時にはいもしもしって声が変わるのも、はい、それもそう演じてることの一つだとっていうのあるけどさ、やっぱり自分自身をライブではこう表現しないといけないっていうのが、はい、ちょっと苦手意識ある。自分だってで近畿で言ったらもう単独公演ってもう異例中の異例で、デビュー前からガンガン やられてましたね。武道館でしたっけ。そうそう、やっぱ近畿ってもう歴史をこう辿ってっても異例中の異例の出来事が、今思えばねなんかああすごいことをやらせてもらってたんだなと思うけどね。当時はもう必死でしかなかったから自分たちも見てましたもん。だって近畿世代ですから、もうそれこそスマップさんよりやっぱ近畿さんなんですよ世代的に。あ見てた世代ということでね。もう銀狼怪奇ファイルとか当時のドラマね、はい、
日テレさんの、はい、あの枠とかもね、亀もやってるし。そうなんですよ。僕は本当完全にキンキさんの系譜を踏んできてる、いろいろこう経験させてもらってるんですよ。だからタッキーもマスクとかもそうですし、光一くんのその系譜で、で僕もそれを受け継がしてもらっている。だからこそなんか先輩が作ってくださったものに対してなんか恩恵を本当に、いやそれはもう我々もそうだからね、いろんなものをこう受け継いできたっていうかさ。そう考えると、うん、自分が立った初めてのステージが東京ドームなんですよ、うん、あ、おお。で舞台というものに初めて立たせてもらったのが、うん、定劇なんですよ、めちゃくちゃすごいじゃないですか普通に考えたらすごいね。全部光一くんなんで、ありがとうございますもうキンキさんとそうなんだ、はい、ありがとうございます。初舞台定劇か、そうです、すごいな。でライブは98年の98年の東京ドーム、はい、あれでただ手を振るっていういや、そう、そっから始まるのよ、手を振るところから。手を振ってただ歩く走るそうそう、僕自身もなんか少しでも後輩の子たちに何か感じてもらえたり残せるものっていうのは、うん、この10年ぐらいすごく意識するようにはなりましたね。それこそ小石くんにも、ね、あの協力していただいたジュニアの23年ぶりのドーム公演とか、うんうん、やっぱなんかすごく感じましたね。なんかいろいろ言葉であったりとか、うん、どういうふうに行動を自分のその場所で示すのかっていうことも含めて、うん、いやでもさ難しいよね今やっぱり舞台の時に、まあ言ってみればもう言葉としてはもう子供たちよ、うん、彼らに指導するのって難しい、うん、こういう風に表現してみたらとか、うん、そういうのも言葉で伝えるのも難しいし、はい、今のね時代で言うなら、うん、あこれ言ったらパワハラになってまうかなとか、確かに難しいですね。いや本当難しいよ。それこそ僕の世代よりもきっと光一くんの世代の方がもっとこう、そう、ね、厳しさがあったというか、まあ、あの普通にステージ出るなって言われたこと、うん、立つなとか帰れとかね、 もうありましたよね。普通にあった普通にあったそういうのをさ後輩とかにね、うん、いや俺らの時代はさこうだったんだよっていうのもパワハラになっちゃうんだよね。そうですね、確かに。そうだからそれもね言っちゃいけないし、うん、よりなんか言葉じゃなくて、はい、なんか自分の行動とかやることでこう示していかないといけない時代になってるっていうかね。確かに。だけどやっぱりなんかみんな褒められると喜ぶ、うん、褒められるそうそうそう、褒められて伸びる。やっぱなんかそれで言うと近年、まあ、褒めるってなんか過度にこうするわけじゃないですけど、うんうん、ちょっとしたやっぱこう魔法の言葉じゃないですか、はいはい、で言うと僕自身も結構そのいい勘違い、あいい勘違い、ね、いい勘違いって大事かも。なんかすごいそれが魔法の言葉で結構言ってもらってた、それこそできるよみたいなこととか、確かにもうやればいいんだよみたいなこととかも含めて、うん、勘違い、ね、いい勘違いをそうできる環境がちょっと少ないなっていうのはちょっと思ってたんですよ、はい、後輩の子たちに対しても。そういった意味ではね、うん、我々もずっと勘違いして生きてきたと思うよ、うん、それこそね、はい、あなたはスターだよっていう勘違いも感じてたと思う、うんはい、まあ、スターでしたけどいやいやいやでそれがこう伝染していくっていうかね、あ自分もスターになりたいとか、なんか緊張とか、まあ、ある種の怖いもの知らずでこうガンっていけちゃう、うん、知りすぎないというのかな、なんか、まあ、それだけじゃもちろん、ね、大人になっていくのダメですけど、そう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 、だけどそれがなんかさっきもさ話してたところに戻るかもしれないけど、はい、オーラにもつながっていくし、そうですよね。じゃないとサングラスつけながらステージで何十分も立てないですもん普通に考えて目見せろやってなりますもん僕も見に来て僕ドームで 最長40分間ぐらいオープニングのセクションサングラスつけっぱなしで、え、カメか僕でそのまま外さずに一回はけたことありますからあれは勘違いしないとできないですからすごいね、はい、なんかリハでサングラスしてるっていう、まあ、パフォーマンス、うん、自分はこういうキャラでみたいな感じでつけてたんですよ、うん、ただちょっとやっぱ昇進なとこあるんで先輩来ると一回外しておはようございますってやっちゃうんですけど、うん、けど葛藤しました。けどここは亀梨としてちょっとなんかこうボロボロのジーパンにサングラスをしたままリ
ハをやる俺提示しとこうみたいな、葛藤してましたね。そう、魔法勘違い、うん、いい勘違いっていうのは今逆にテーマですね。確かに、やっぱ冷静になりすぎちゃう、大人になればなるほど、うん、亀梨下打ちウィンクみたいな、やっぱねね、よしってやんないと、うん、そこのテンションに持っていかないとちょっとできなくなった。自分はね、だからそのなんか自分を演じるのがすごく苦手だから、うん、だからライブとかもなんかちょっとなんか世界観を作って、はあ、それを演じる形というか、はあ、なんかそうじゃないとね、なんかライブもねやりづらいんだよね。演出ってキンキさんの場合って、キンキの場合は、うん、まあ今は剛くんの耳のことがあったりとか、うん、まあいろいろあるので、はい、もうみんなで相談するようになる。スタッフさんも交えて、うん、やっぱりやれる楽曲やれない楽曲もあるだろうしね、うん、その辺は一緒になって相談しながらっていう形になったかな。もうかなり昔とかになっていくと、はい、もう俺がこうベース作って叩き台出して、そうそう、で、うん、そこからこうリハーサルを重ねていって修正していくみたいな形が多かったけど、でも途中から結構こう一緒にやるようになっていったかな、うん、でもそう考えると本当に自分、特にカトゥーンはキンキの影響を本当に受けてますね。グループやりながら本当にソロとコンサートやられたりとか、うん、音楽活動も含めてで、やっぱキンキじゃないですか、うん、ある意味ね、うん、キンキはなんだろうな、俺も分かってないんだよね別に切り替えてるつもりもないし、うん、もう自然の流れでそういう風な感じのセクションもできたって感じです。まあ、でもそれがすごいな。まあ基本ね、歌を届けましょうグループだから、うん、そう、だからなんか演じる必要もないっていうか、なんかその曲ごとの歌詞をしっかり届けましょうみたいな、うん、そっちの意識の方が強いかな。なんか緻密にこうやっていこう、ああやっていこうって、まあ、勝手に客観的に後輩として見てて、うん、すごくコミュニケーション取りながら、いや、っていうのは見受けられないじゃないですか、正直。そうそう、全然。なのに、何なんだこのバランスはっていう。そう見えるか。うん。まあもちろんなんかお互いにね、こう、そうそうそう、見えるから調整しながらっていうのは。もうそれはね、本当にお互いなのよ。お互いにあの野郎と思ってるだろうしさ、まあ、グループなんでね、グループだから、グループですか、そういう時期もあったりあるでしょ、いいなと思ったり、なんだよと思う時期もあったり。そうそうそう、あるよね。ちょっと話がつけない、もうついちゃった、ついた、もっと聞きたいなということでですね、まだまだちょっと話が尽きないんですが、うん、とある場所にと、ね、はい、到着ない、引き続き何をやるんだ。小一くんって正直なんかもう全く私生活想像できないんですよ。もうみんなに街に今いる、街にいるだけでもなんか若干の違和感というかそうなのでちょっと2人でこんなことできたら面白いのかなと、okay. いうことをやりたいなと思いますので、okay. はい、まずは今日本日はここまでで、あ、本日ここまで、本日ここまでです。大丈夫かな、第1回目もう使える話してたよね。めちゃくちゃしてました。大丈夫、ありがとうございます。はい、はい、引き続きお願いします。お願いします。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。お願いします